今年はアベノミクスによって国民が景気回復の実感を得られるかが問われる年になる一方で、通常国会から国民の意見が分かれる難しい問題が山積しています。国民の中に慎重論がある原発の再稼働や集団的自衛権の行使容認を含む安全保障法制の整備、憲法改正の具体化について総理はどのように理解を求めていくお考えでしょうか。ただいまご質問の中にあった課題においては、いずれも私たちは自民党として公約の中に掲げ、そして私たちの考えとして明確にお示しをしています。さらに報道機関の各社のインタビューに対して、あるいは党首討論の場において、今おっしゃっていただいた課題について私たちの考え方をご説明をしております。政党としてですね、選挙戦を通じてお約束をしたこと、公約に書かれたことについては実行をしていくという責任を負っているわけであります。どの党がどういう政権公約を掲げて、何をその任期の間に実行しようとしていくのか、あるいは実行していくのか、それを問うのが選挙であります。我々はその結果として再び政権を担うことになりました。まさに今課題として挙げていただいた諸課題について、我々が政権公約の中においてお約束していたことはですね、しっかりと実行していかなければならないと考えています。同時に国民の皆様にご理解をいただくための努力はさらに進めていかなければなりません。国会論戦も通じながらしっかりと丁寧にご説明していきたいと考えております。はい、それでは次は三重県政記者クラブ代表の方からのお質問とさせていただきます。所属とお名前を明らかにした上でお願いいたします。どうぞ。朝日新聞の金沢と申します。アベノミクスについて伺います。先ほどのご発言の中にもありましたように、景気回復を全国津々浦々に届けると、発言がありますが、三重県では特に一次産業が盛んだったり過疎が進む南部地域というものを抱えています。そのような地域への対策をお聞かせください。昨年末ですね、50年後に1億人程度の人口を維持する長期ビジョンとですね、国の今後5カ年の目標や施策の基本的方向、具体的な施策メニューを盛り込んだ総合戦略を取りまとめました。これらをですね、これから具体化し実行していく段階に入っていきます。まず力を入れていきたいのは地方資源の掘り起こしであります。日本のどの地方に行ってもですね、さまざまな魅力的な資源が必ずあります。そうした各地域特有の産品や観光資源を全国の人に、さらには世界の人たちに対して知ってもらい、そして市場を拡大するための後押しを徹底して行っていきたいと思います。地方資源の掘り起こしは中山間地域にも仕事を生み出していきます。主に地方資源の中には第一次産業、農業や水産業、あるいはその農林水産品の加工品というものもたくさん含まれていると思いますが、先ほど申し上げましたように、残念ながらですね、地域には素晴らしいものがあるんですが、それを全国に発信していく力がなかなかないし、あるいは世界に発信していくツールがないのは事実であります。それをもう一度しっかりとですね、それを全国あるいは世界に発信していくためのお手伝いをしていきたいと思っています。そうしたふるさと名物の開発、販路拡大、開拓を推進するため、次期通常国会に法案を提出いたします。昨年末にまた取りまとめた経済対策においては、プレミアム商品券、プレミアム付き商品券やふるさと名物商品券などの地域の消費喚起のための交付金の創設や、地方の中小企業で都市部の専門人材が活躍していただくための仕組みの整備を盛り込んでいます。地域において
新たな産品を開拓をしていく、開発をする、あるいは開拓をしていくお手伝い、また発信をしていくためのお手伝い、そうした人材をですね、獲得するためのお手伝いをしていきたいと思います。はい、それではでさらにですね、さらに、どの地域に住んでいてもですね、豊かで安心して生活できる環境を整えていくことも重要であります。人口減少に直面している中山間地域では、小さいながらも充実した拠点を整備していく考えであります。それは医療や介護や福祉、買い物、物流といったですね、生活サービスを一定のエリアに集めていくということ、また地域の絆の中で文化、スポーツ、障害学習活動など地域の実情に応じたコミュニティの拠点としての機能も強化していく考えであります。重要なことはですね、政府がいわば霞が関でいろんなことを決めていくということではなくて、あくまでもですね、地方が自ら考え行動をして、そして変革を起こしていくことであります。地方の発意に基づく取り組みを国も予算や人材等あらゆる方策を使って応援をしていきます。その中において各地方が知恵を競い合い、そして地方創生を加速していただきたいと考えています。はい、それでは再び内閣記者会の方からご質問いただきます。お名前と所属を明らかにしてください。毎日新聞の小田中です。よろしくお願いします。アジア外交についてお伺いします。戦後70年の今年、総理は未来志向の談話を出す意向を示してこられましたが、植民地支配と侵略に関する村山談話をどう継承するか、中国、韓国両国からも注目されています。新たな談話で村山談話の表現を踏襲するなど継続性を示すのか、また有識者の意見を聞くなど今後のスケジュール感についてどのようにお考えでしょうか。よろしくお願いします。従来から申し上げておりますように、安倍内閣としては村山談話を含め歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでいます。そしてまた引き継いでまいります。戦後70年の間に日本は自由で、そして民主的で、人権を守り、法の支配を尊重する国を作り、平和国家としての歩みを進め、そしてアジア太平洋地域や世界の平和発展、民主化などに大きな貢献をしてまいりました。戦後70年のこの節目を迎えるにあたりまして、安倍政権として先の大戦への反省、そして戦後の平和国家としての歩み、そして今後日本としてアジア太平洋地域や世界のためにさらにどのような貢献を果たしていくのか、世界に発信できるようなものをですね、英知を結集して考え、新たな談話に書き込んでいく考えであります。それでは再び三重県政記者クラブの代表の方、どうぞお願いします。先ほど の地方創生の話にもう少し絡めてなんですが、春までに地方創生特区を設置するというふうに発表されています。その選定基準と選定された地域への支援策をお願いします。地方においてはですね、特に農林水産業、そして観光業をですね、中心に地方ならではの産業支援を生かして、あるいは未来志向の新技術の実証など、全国画一的でないアイデアとやる気のある地方が規制の束縛から自由に地方創生を実現するために、国家戦略特区に地方創生特区を指定します。思い切った規制改革と具体的な事業の提案を行った地域を全国のモデルとなる改革拠点として、今年の春ですね、
今春を目途に数箇所指定したいと考えています。今日は鈴木知事も伊勢市長も陪席をしていただいておりますが、ぜひアイデアを出していただきたいと思いますが、他方ですね、地域の自治体は大都市と異なりまして、やる気とアイデアがあってもですね、事務負担などの国家戦略特区実現のハードルが高いのが実情であります。このため、例えばですね、事業計画作成のための申請書類や必要な会議の徹底した簡素化に取り組んでまいります。今まで揃える書類が多すぎる、あるいは会議の数が多いという、そういうご指摘もたくさんありました。そうしたことを踏まえました、思い切って簡素化をしてまいります。また自治体の市長の思いと事業者と規制改革等をつなぎ合わせて、事業化に向けた国との調整事務を担う専門人材を派遣してまいります。こうした支援を行っていくことでですね、国として全面的に支えていきたいと思います。はい、予定をしておりましたあの時間が経過いたしましたので、以上をもちまして、安倍総理の年頭記者会見を終了させていただきます。皆様ご協力どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。